皆さんこんばんは、バーネコマタヤの新井です。いつも番組をご視聴ありがとうございます。皆様が一度は聞いたことのあるブレンデッドスコッチウイスキーシーバスリーガルから新商品シーバスリーガル匠リザーブ12年が9月の24日に新発売になりました。匠リザーブはアジア圏限定のウイスキーで、その中からさらに日本は先行販売ということです。まあ匠っていうからにはね、日本の何かを感じさせますよね。まずは知らない方のために、まずボトルデザインから解説します。まずボトルデザインのこだわりから、伝統工芸である金細工や蒔絵に着想を得た黒と金を基調にした色合い、そして甲冑とか伝統文様に着想を得た細部にこだわるデザインと手触り、そしてラベル中央には稲と麦をモチーフにした製品を象徴するアイコンを設置ということですね。ね、黒くてね、渋いね、ちょっと日本をイメージしたようなボトルデザインということです。それもそのはず、これね、ざっくり言っちゃうと日本酒カスクなんです。シーバスリーガルの原酒の熟成に12年以上使用したアメリカンオークダルをスコットランドより日本へ送り、そしてそれらの樽で特徴の異なる数種のマス泉を熟成させます。その後樽は再びスコットランドへ行き、まあそのね、特別な樽で12年以上熟成したシーバスリーガルの一部をフィニッシュとして使ったのがこの匠リザーブ12年なんです。これ僕もそうだったんだけど、結構ね、動画見てる方も思ったんじゃないかな、その漬けていた日本酒って一体どこに行ったのって。いいポイントですね。このね、シーバスリーガルで寝かせた樽の日本酒もすでに販売しています。2021年に発売したリンク8888っていうね、商品なんです。8888、この読み方って88で合ってるんですかね、ちょっと僕知らないんだけど、これさ、39とかじゃないけどさ、もしかしたら48とかって言ったりするんかな、それとも逆にあの84とか。でも84って言うとなんかね、制汗剤のイメージが強いからそれじゃない気がするよね。なんかね、何度も香りが再発酵みたいなそんなイメージ。はい、すいません、ふざけました。このね、48、84、8888、これってね、何かっていうと、日本とスコットランドのね、距離がね、ちょうどなんか8888から来てるって話。そして面白いことに、私が今間違えたように皆さんもちょっと呼びにくいというふうに思ったんでしょうね。2022年にはもう一回発売してるんですけども、その時は商品名をリンク8って名前で今売ってます。もう日本酒がね、好きな方はぜひそちらもね、検討ください。マス泉を作っている増田酒造店さんは過去にもね、白ワインダルで日本酒を熟成したりね、結構革新的な面白いことやってるんですよ。おっと、忘れていました。あのね、この商品の容量とそして価格、 700ml でオープン価格が7260円ですね。ただね、今日もだからネットでちょっと調べてみたんですよ。そしたらだいたいね、5000円ぐらいから6000円ぐらいのレンジで売っていたんで、まあオープン価格ということですからね、まあ実際に初めに出ていた数字よりはちょっと安く買えるような、そんな印象です。まあそうは言ってもね、5000円6000円とかってなってくるとなかなかいいウイスキーじゃないですか。でも先ほどのね、話があったように、まあ、スコットランドとね、日本をね、樽が行き来してるわけですから、そういった輸送コストのこととかも考えると、まあちょっと妥当なのかなっていう部分もある。まあでもね、そうは言っても問題は味だと思うんですよ。だから早速ね、今日もいつも通り2位とそして6区、最後はみんなが大好きなハイボール、それで味を比べてみたいというふうに思います。よし、じゃあまずはニートでいきましょう。結構色もなんか深めですね。なんかシーバスリーガルってちょっと色が薄いような印象もあるんだけど、これちょっといつもより深いんじゃないかな。はあ、緊張するね、初めてのウイスキーではいただきたいと思います。スルー。
おお、なんかさ、ボトルのデザインって結構黒でシックでちょっと重い印象あるじゃないですか。色もちょっと濃いし。だけど僕が今一番最初に香りを嗅いで感じたのは爽やかな香り、そしてフルーツの香りがします。フルーツなんだけど、よく言うウイスキーに表現するんだけど、柑橘系の香りじゃなくて、もっとね、熟れたフルーツなんだよね。でもそのフルーツが今ね、なんだかはちょっとわからない。でも柑橘系ではないフルーツの香りがします。でもこれさ、今香りの段階で判断するのはおかしな話なんですが、もしかしたらこの香りがさっき言った日本酒から来ている香りなのかなって、今僕はそんな予感がしてます。では一口飲んでみます。これすごいね。一言では表現できない複雑さがあります。よくさ、飲んでいくうちに味がどんどん変わっていくタイプってあるじゃないですか。僕もそういう表現をするんだけど、これの何がすごいかって、これ僕の印象だよ。2つぐらいのちょっと異なる味わいの種類が同時に口の中に飛び込んでくる。だからちょっとね、イメージとしては口に入れた瞬間にすぐセパレートで味が2種類飛び込んでくる、そんなイメージです。じゃあその2種類何かって話じゃないですか。まず1種類はやっぱり本来のシーバスリーガル12年をやっぱ彷彿させる。シーバスリーガル12年ってさ、まあ飲んだこともあると思うんですけども、やっぱりね、すっきりとして華やかで、そして飲みやすい、こんな印象のウイスキーなのね。これがまず最初にね、やっぱりセパレートの一つにいるんですよ。でもう一つはさっき言った果実味かな。ちょっとこのフルーツが何って言われるとわからない、いくつかのフルーツ、ちょっとジューシーなね、香り高いフルーツがあって、そのフルーツの香りが多分日本酒本来の味なんでしょうね。これがセパレートで口の中に入ってきて、徐々にゆっくりと一つの味に融合して最終的にはなくなるって、そんな感じ。そしてアフターテイスト、今僕の中の最後の口の残り側はどんな感じかっていうと、ビターチョコレートのような、カカオのようなほろ苦さと、そして樽の香りが強い。日本酒樽からなのかな、これは。かすかに渋みも感じるんですよ。だから多分皆さんが思ってる、あ、じゃあこの味は日本酒感感じますかっていう話に対してのアンサーとしては、皆さんが思ってるような吟醸香みたいなものは感じないんです。だけどもっと全然もっと複雑で、そしてその果実味と、そして日本酒の樽感がうまくね、シーバスリーガルと融合されて一体化として、なんか口の中に入ってきてる。ちょっと表現として難しいんだけど、今僕もね、ちょっと初めての味で結構混乱してるというかね。でもまあそんな中、うまくまとめるとすると、そんな感じ。あー、やっぱすげー複雑な香りすんな。面白いね。面白いし、あと美味しいです。だけどちょっとさ、今せっかくこれ飲んでるからさ、僕のイメージだけじゃなくて、シーバスリーガルの12年あるから、ちょっと飲み比べしてみましょうかね。シーバスリーガル12年ね、みんな大好きだよね。もうやっぱ色も違うね。こっちの方がやっぱり琥珀色が強いよね。いただきます。サルー。そう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 、こんな香りこんな香り、安定のシーバスです。で一口飲みます。うん、分かりやすい味というかね、本当にさっき言った通り、華やかで飲みやすくてね、そして万人受けするような味なんですね、12年は。じゃあシーバスの12年飲んだんで、もう一回ちょっと匠飲んでみよっか。やっぱり僕のイメージは間違ってなかったかな。やっ
ぱりシーバスリーガルなんですよ。甘くて重くてそして複雑、結構骨太のウイスキーですね。じゃあそれじゃあ次はねロックにして飲んでみましょうか。ではロックいただきたいと思います。サリュなんかね、特別、これは僕の中で意外なんですけど、ストレートっていうかニートで飲んだでしょ。その時ってすごくさっき言ったように複雑さがあったじゃないですか。ロックにすると何かが際立って何かが消えるからっていうふうに思ったんだけど、結構骨太の印象があったせいか、全てのものがバランスよくちょっと低減したイメージかな。何かが際立ったとか新しい味が出てきたとかっていうのはなく、あまり変わらないタイプのウイスキーですね。うん、だからまあ言っちゃうと、だからストレート、さっきのニートでも美味しいし、それがそのまま少し飲みやすく冷たくなったのがロックって印象かもしれない。でも甘さが若干なくなった分だけその樽感が出てきた感じはするね。樽の香りが強いウイスキーロックって感じかな。じゃあこれをね最後みんな大好きなハイボール、これで締めたいと思います。今日も仕事終わりの収録です。ではサルー。やっぱりシーバスリーガルですね。それは感じる。やっぱ飲みやすさと華やかさもあるんですけども、じゃあシーバスリーガルと比べてどう違うかっていうと、先ほどとあんまり変わらないんだけども、骨太で樽の香りが強いね。そしてほんのりとやっぱりね果実味が強いんですよ。なんかシーバスリーガルってさ、水ならも含めてなんか万人受けするような誰でも飲めるようなタイプのウイスキーな位置づけとして僕は感じているんですよ。だからね、結構ウイスキー初心者の方に結構シーバスリーガル勧めたりするんですけども、これはねその概念をちょっと覆すようなまあ商品かな。骨太でコクがある面白い商品だと思います。俺は誰にでも優しいだけの男じゃないぜっていう、なんかそのシーバスリーガルの意気込みとそして遊び心を感じる、そんなウイスキーだと僕は思います。僕は個人的には、まあ、まとめになっちゃうんだけど、結構ハイボールもハイボールで美味しいです。やっぱりシーバスリーガルなんで美味しいんだけど、パフォーマンスをやっぱり一番発揮できるのはやっぱり僕ストレートで飲んだ時すごくやっぱ複雑で混乱したんですよね。このねセパレートで口の中に入ってくるような感覚ってなかなかないんで、結構面白いウイスキーだなーっていうふうに思った。ぜひストレートでね、まずはニートで飲んでみてほしいなっていうふうに思います。いかがでしたか。今回は新発売のねシーバスリーガルの匠リザーブ12年、これをご紹介させていただきました。参考になりましたね、シーバスリーガルが好きな方はね、なんかちょっとやっぱり一回は飲んでみたいですよね。皆さんのいいねとかね、あとコメントとかもねいつも見てます。本当にね励みになるしね、楽しいなと思いながらねいつも拝見してるんですけども、ぜひ今回のねあのシーバスに対しても思うことがあったらコメント書いてみてください。そしてまた来週も楽しい動画をお届けいたします。どうぞお楽しみに。じゃあまたね。